しゃべくり松代102回目です。松代では昨日と一昨日、松代藩真田大十万石祭りが行われて大変にぎわいました。さて今日のしゃべくり松代は今月10月の27、28日、土曜日、日曜日と行われますエコールド松代クラブの秋の遊学文化祭についてお伝えいたします。それではゲストをご紹介いたしましょう。エコールド松代クラブの着物専科の佐藤正次郎さん。はい、佐藤です。よろしくお願いいたします。写真専科の小俣光弘さん。小俣です。よろしくお願いいたします。そして事務局の半田博子さんです。はい、半田です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。これはもう 何年も前からやっている催し物で、今年は第9回になります。始めた当初は、着物園遊会という名前で行っていましたけれども、着物の催しだけではなくてエコールド松代クラブの各専科が総力を挙げて行う催しとなっておりますので、今は秋の遊学文化祭というふうになりました。それでは今年の催しについてまずチラシをご覧いただきましょう。いろいろな催しが行われますが、まず着物につきまして着物の関係につきまして着物専科の佐藤さんにお聞きしたいと思います。まず松代に伝わる着物展について、少し説明をお願いいたします。はい、松代で真っ白に伝わる着物展ということで、今回は、剣術所っていう場所において、真っ白に伝わる着物展、商家に伝わる着物、それから武家に伝わる着物という形でもって、今回山寺定山ゆかりの丸山家の、所蔵してきた、着物を展示いたします。そこには、模様、それから色、それから夏秋冬の礼服、そういったものが展示されます。それから商家の着物としては松下家が所蔵している大正時代の着物を展示いたしますので、タイムスリップしたと思いまして思ってぜひ見ていただきたいと思います。やはり違いはあるわけですか。はい、特にその宮津のところに赤い、裏地をもみっていう裏地をつけてありますので、それでもって時代がわかると思います。宮津とは、宮津とはお袖のところの、袖付けの下のところに宮津っていうのがありまして、はい、そこにどういうかな、着物を知ってらっしゃる方々は男は宮津っていうものはないんですけども、女の人は宮津っていうものをつけまして、例えば着物をお召しになるときは後輪ベルトやなんかを通してきちっと身だしなみを良くするっていうような、そういうようなことも考えられて作られていると思います。じゃあそこについてる布がちょっと違うということなんですね。違いますね。はい、はい、じゃあそんな違いを見ていただくといいですね。はい、はい、それではもう一つの着物で楽しむ松代の式についてお願いいたします。はい、今回例年、石川さんという方が企画しておりましたものを今回専科でもって何か一つ催しもしたらどうかということで、私たち、真っ白に伝わる着物展と合わせて松代の式というような題材において、真っ白は着物が似合う街ですので、春夏秋冬のその四季を着物で表現したいと思いまして、春は松代城の桜をイメージしました。それから夏は祇園祭り、それから秋は真田松代藩真田十万石祭りを、そして、冬は初詣っていうような意味合いにおいて、
その装いを表現したいと思っております、はい、あの出演されるのは選歌の皆さんだけでしょうか。私たちもちろん選歌の皆さんと合わせて、はい、着物を愛する人たち、そんな方たちにも参加していただきまして、着物にまつわること、それから帯の結びとか、いろんな形でおって皆さんに、見ていただきたいと思っております。そうですか、はい、とっても楽しそうな、ね、催し物になりそうですね、はいはい、それではあの次写真撮影会についてですけれども、こちらもあの第9回になりますけれども、小俣さんの方からお願いいたします。はい、ちょっとあの撮影会の関係のですね、報告とか皆さんの情報をお知らせしたいと思います。まずは会場ですけれども、松代藩文部学校を中心にですね行いますけれども、集合は文部学校をに、9時にご集合いただければと思います。それで、午前と午後の部がありまして、午前中は9時半から撮影に入ります。12時まで行います。午後は1時から撮影に3時まで行います。ちょっと、会場の風景ですけれども、これは受付の方の、関係で皆さんが撮影している風景であります。指導は、写真選果長野県の材料写真材料組合の方々が、ご指導いたします。ぜひ大勢を参加していただければと思っております。参加費は500円になります。次ちょっと見せてください、はい、このようにですね、モデルさん2人を使いましてですね、皆さん大いにですね腕を振るっていただきたいなと思います。で次お願いいたします。その撮った写真は、はい、また、今、式のコンテストの写真を募集しております。1年間通してるんですけども、締め切りは11月の30日になります。この着物撮影会の当日の作品もですね、どうぞ振るって応募していただければと思います。この写真は昨年入賞された作品です。よろしくお願いいたします。大勢のご参加をお待ちしております。よろしくお願いします。あと毎年あのコンテストに応募していただいた写真の中からこのようにあの絵コンテの、ねね、パンフレットの表紙を飾るっていうのも一つのあれですね、楽しみですね。楽しみですね、はい。私たちも毎年、ね、写真コンテスト あの審査員をさせていただいているんですけれども、はい、本当にいろいろな角度から撮っていただいてますし、はい、もう皆さんもさすがというような写真ばっかり で、ね、あの甲をつつけがたくて大変ですけれど、はいねはい、また今年も大勢を面白いといいですね。まあ、100点以上の、ね、点数が応募ありまして、そうですね、非常に、皆さんが、ねはい、腕を振るって応募されております、はいはい、そのためにもぜひその28日にも撮影会に大勢おいでいただきたいですね。そうですね、はいはい、ありがとうございました。それではですね、その他にもたくさんの催し物が行われますので、まず半田さんの方から、引き寄せのお話ですかね。あ、失礼しました。着物で松代巡りですね。着物で松代巡りがまずあの今年初めて行われる催し物です。はい、こちらの、信州観光宣伝部長、また吉本興業所属の、芸人さんで長野県住みます芸人というあの小鉄さんのお二人と一緒に真っ白の街を着物を着て歩こうという催し物を計画しております。皆さんに着物を着て、真っ白は本当に着物が似合う街並みで、あの電線の地中化が進んだりで、とてもあの撮影スポットなんかにもいいので、撮影会の方にもぜひね撮っていただけたらななんて思うんですけれども、自分で着物を参加の方は、100円、着物意識をお持ちになって着付けだけのご希望でしたらば500円、またあの着物意識をレンタルと着付けご希望でしたらあの2500円というあのいただいてあのご参加できます。で参加の方には 2L のサイズ写真1枚をプレゼントいたします。これちょっと申し込みの制になっておりますので、10月の22日までに、こちらの方にお申し込みいただければと思います。はい、これもあの、ね、小鉄さん春にも実はあのエコールド松代クラブの、
ですかね、あのひな祭りの時に来ていただいて、ちょっとお手伝いいただいたことあるんですけれども、とても楽しいお二人ですのでね、お二人と歩く松代もまたちょっといいかなと。そう、小鉄さんもとても着物が好きで、3月の時にも着物を着てくださいました。ぜひ皆さん大勢ね参加していただきたいですね。はい、それではその他の催し物のご紹介をお願いします。はい、じゃあまず、毎年恒例になりました、松代ひいき寄せです。快楽亭教師さんをはじめこの方ですけれども、子どもたちもたくさん育っておりますので、当日はいろいろなあのプログラムをご用意して、文部学校の方で行います。はい、そんなことが一つですね。あと他にもさまざまな体験や発表がございます。体験の中では例えば、こちら、これは絵手紙の様子ですかね。はい、絵手紙はちょっと、費用ということで100円いただきますが、その他にこちらは押し花ですね。押し花も、キーホルダーやしおりなんかが作ることができます。こちらは無料で体験できます。その他恒例の弓道です。弓道ちょっと今年、土曜日のみの、体験となってしまいますが、ちょっと一部チラシの方で日曜日の方にもなってますけれども、今年土曜日の体験ができますのでどうぞお出かけください。その他発表の部としましてもたくさんあるんですけれども、おことや、踊り、語りで、こちらのこれはオカリナの皆さんですけれども、その他、次にあと稼働専科の皆さんが、町内6カ所の、文部学校、山寺、定山邸、真田邸、横田家、樋口家住宅、前島家の、床の間なんかにお花を生けてくださいます。はい、そんなようなことでいろいろと発表の部もご用意しております。はい、一番初め第1回頃は文部学校中心で文部学校ぐらいしかなかったですよね。今樋口家住宅が近くにできたり、それからあの真田邸も本当にあの改修が終わって、あちこちでもう会場も大変あちこちになりましたし、あの大勢の皆さんにいろんな体験、確か真田邸では講道の体験もできますね。はい、そんな風にあのいろんな体験もしていただけますし、それから着物で松代を歩くという先ほどの催しですけれども、あの午前中は歩いて午後そういう体験ですとか文部学校の発表を見ていただくっていう、いいですよね。はい、そんな風に一日を過ごしていただければというふうに思っていますけれども、はい、あとあの皆さんね、多分あのカメラなんかもお持ちになると思うんですけれども、あの撮ってその場であのどんな風に撮れたかきっと見てみたいという方もいらっしゃると思いますので、プリントサービスの方も行っております。1枚100円で 2L サイズプリントできますので、ぜひこちら2日間やっておりますのでご利用ください。そうですね、あと入場料のお話もありました。はい、すいません、土曜日は小中学生は皆さん無料であのどこ の文化施設も入れます。で日曜日の方ですけれども、文部学校あの普段200円なんですけれども、この日は団体ということで160円ので入ることができます。はい、それではあのお一言ずつ皆さんに来ていただくように PR をどうぞ。じゃあ佐藤さんから。はい、真っ白は先ほど申し上げましたけれども、着物が似合う町です。ぜひ着物はタンスに眠るものでなくて、出してぜひあのこの機会に着物を着ていただいて、真っ白の街並みを歩いていただいて満喫していただきたいと思います。はい、では尾又さん、写真の方からの PR ですけども、真っ白は文化財が、多くあります。文化財を背景としましてですね、モデルを中心にですね撮っていただければと思います。指導は、写真専科、あるいは長野写真材料組合の方々がご指導しますので、ぜひ初心者の方でもご参加いただければと思っております。あの今女性でもこう簡単に撮れる写真機もあるんですけど、ね、やはり写真コンテストに出すような写真というのはデジカメみたいなものではダメなんでしょうか。結構ですよ。大丈夫ですか。あ、そうですか。はい、そしたらあのどなたにでも参加いただけますね。そうですね。はい、はい、じゃあ半田さん最後に。はい、はいはい、本当皆さん張り切って準備しております。いろいろな、松代の文化財っていうね、他ではできない、他にはないあの会場であのちょっとしっとりとした体験をしていただければと思います。
はい、で何かわからないことがありましたらホームページの方で情報を見ていただいたり、あとお電話も受け付けております。026-278-0550、私が出ますのでどうぞお気軽にお問い合わせください。はい、今日は10月27、28日に行われます、ゴールド松代クラブ秋の遊学文化祭について、佐藤さん、小又さん、半田さんにお話を伺いました。お三人ありがとうございました。来週ですが、10月15日です。松代福祉寮創立60周年記念式典と第14回校了祭について、パーソナリティは二本松さんです。ゲストは児童養護施設の松代福祉寮の宮原先生と加藤久美先生です。どうぞお期待ください。松代はあなたの街、しゃべくり松代、また見てね。優しく愛し合う